Assalamualaikum, ohayou gozaimasu, Purba desu. Kembali lagi bersama aku di sini. Teman, kali ini aku sedang berada di Onomichi. Jadi Onomichi ini adalah salah satu kota pelabuhan, kota kecil tapi cukup cantik. Kota ini berada persis di pinggir laut, menghadap ke Laut Seto. Kota ini memang kenal dengan bangunan yang cukup bersejarah. Bangunan yang dibangun di permukaan tanah yang miring di atas sana gitu ya. Ini ada namanya Senkoji. Di sana ada sakura yang sedang bermekaran. Mungkin sakura di sana sudah mekar sempurna seperti ini. Makanya kali ini kita akan naik ke atas menggunakan kereta gantung nanti ya, karena cukup jauh di atas bukit sana. Dan nanti teman saya datang dari Jepang, cowok dan cewek. Kami akan bertiga hari ini vlog sakura di Onomichi. Naik ke atas menggunakan ini, tiket ini, naik apa kereta gantung ya. 500 yen bisa kita naik dengan kereta gantung. Bisa naik. Naik ke atas. Naik ke atas. Naik ke atas. Semacam menara pandang dibangun di sini, bisa lihat kota Onomichi dari atas ini. Kita berangkat ke atas saja. Yuk. Sudah sampai di Senkoji ini. Ah, Senkoji inilah, Senkoji berada di bukit. Dari sini bisa kita lihat pemandangan laut. Laut sih cukup cantik. Koji te haru no kisetsu no toki ichiban kirei to iu. されています。されたんですよね。ああ、確かにそうですね。遠いですよ。結構。結構歩きますね。ね、すごいね。おい。ところが、いやー、行きましょうか。先行時にランスモンハラフケ、ラウチェトや、イトララウチェトチコビね。あの、かこちゃんなんか。花見といえば、はい、何が一番楽しみたいですか？美味しいご飯ですね。あ、そう、美味しいご飯。え、今日も桜も綺麗です。持ってなかったよね。こっちは全然何も持ってきてないです。今年は初めてですか、桜？そうですね。今年初のお花見です。大学ではない？大学、あ、でも大学の中にも咲いてますよ、桜。あ、そう。あ、ada soft cream ya, karena cukup panas. Asyik, nak soft cream juga itu panas. Kita setelah kita makan masuk ni. Kopi no jangan pun dengar. Saya satu cimikan satu to, ano sakura soft satu deh, onegai shimasu. Sakura satu. Kira nano aji desu ka? Kira wa sakura aji desu. Sakura aji. Isha na pink ira, ii kawaii. Kawaii. Kanpai.何の味？何の味です？瀬戸内レモン。瀬戸内レモン。瀬戸内みかん。みかん。みかん美味しそう。乾杯。乾杯。いただきます。美味しい。美味しいです。甘いですよね。はい。まあでも、あの、桜食べたことありますか？ない。桜、こんな味かな。ちょっと、いや、あの、ちょっと、あの、酸っぱいかな。なんか薬の味です。薬の味？うまい。あ、そう。味が全然桜の味じゃないでしょ。確かに。でも桜って甘くないでしょ。食べてみ、食べてみて。はい。食べてみます。食べてみて。いやいや、桜も。あとで食べますね。ルイオが一かな。なんか薬の言葉で表してください。薬。薬味？一言で言えば薬。薬？ルイオこと？あの苦い。いや、なんか。
のど薬みたいな。あ、そう。コマドバート？うん。ああ、コミ。うん、みたいな。それ。そうそうそう。みたいな。わかった。桜の下に桜ちょっと食べるのが、なんか最高ですよね。また来年。ます。早くしないとこっとくいっちゃうでしょうね。忙しい。うん。日本のどこが楽しいんですか。日本のどこが楽しい。いや、以前が好きから、日本の風景が最後と思いますよ。桜とか、モミジとか。あ、モミジ。あれ一番なんか大好きで。モミジを見に行きたいですね。そうですね。三原も綺麗ですよ。うん。仏寺とか。ああ、仏寺も。かこちゃんがインドネシアに行きたいと思ってるんですか。行ってみたいです。どこのインドネシアに行きたいですか。あ、確かにいっぱいありますもんね。うんうん。どこがおすすめですか、インドネシアで。両親間、どっちがおすすめですか。バリです。ですからね、自分のふるさとが一番おすすめしましたね。観光、日本でも有名です、バリは。バリですね。旅行先で。日本人来たら、インドネシアよりなんかバリの方が知ってるかもしれないよ。あー、でしょね、確かに確かに。バリってインドネシアって言ったら、あ、嘘で嘘でしょって言われて知らないぐらいですよね。確かに確かに、一緒に行けたらいいですね。いいですね、行きましょう。案内してください。地元で。本当だ、心強い。スマトラも行けるね。スマトラも負けずと。今度見せます、スマトラ。あ、見せてください。海外行ったことがあるの。ないんですよ、行きたい。海外の。あ、日本以外。そうか、ないでしょ。行きたいけど。ベトナムも行ってみたい。え、ほんま？なんかご飯美味しい。あ、美味しいでしょ。いや、台湾どうなんすか。そうね、私も結構友達にはベトナム友達いるから、ありと思います。いいですね、ベトナムもいいですね。まあ、東南アジアですから、ちょっと食べ物とか同じぐらいですかね。辛い。でもちょっとトラウマになる。わあ、すごい。いやー、私な、食べ物に目がないので。食べ物見たらすぐ食べたくなります。これは何という食べ物ですかね、お子ちゃん。ポテトで芋をフライした食べ物です。お子ちゃん、ごれん、美味しそうですね。美味しそう、絶対美味しいと思います。食べましょう。はい。ルージン君は何年しますか。イカです。あれ、イカ。イカ、ご自分でしょ。やっぱりチュミ。ああ、チュミか、美味しそう。食べましょう。いただきます。いただきます。買った。どうですか。甘めですね。うん、甘めね。しっかりしてる。美味しいです。塩コショウがちょっとたっぷりして。どう。美味しいです。ポイントは。ポイント、マクドナルドよりも太くて。あ、そうね。美味しい。そう、マクドナルドの方が細いです。細いし、しなしなし、しっかりしてる。タコちゃん、なんか一言。桜綺麗なんで。そうですよね。ぜひ日本に来てください。よー、日本に来てください。カコちゃんが日本に待ってるから、皆さん来てくださいね。来たら連絡しまして。いやー、すごいね。あ、言葉でできないよ。言葉で表せない。うん、表せない。
カラスの真似をしてください。まあ、まあ、ブルマさんやってください。ブルマさん私、はい、ファッファッそうそうそう、やっぱりアイルな確かに色が濃いな。ああ、ini sakuranya agak merah beda ya。これすごい。いやあ、夜も綺麗と思う。なんかライトがあるからね。